一年待った春が来る。アルテ立夏で会いましょう。4月24日と25日に昭和音楽大学テアトロジーリオ昭和で上演される魅惑の美女はデスゴッテス。この作品は落語の死神をもとに創作されています。この日、昭和音楽大学北校舎で開催されたオペラスクオーラは、オペラについて学ぶ講座で、オペラ鑑賞をより深く楽しむことを目的としています。ステージにしつらえられた講座では、落語家の桂米太郎さんが古典落語の死神を披露。この作品はろうそくの長さが寿命を意味し、その炎にまつわる下げのバリエーションが多いことで知られています。驚かすなよ。ついた、ついた、死神ついたよ。よかったな、おめえの気持ちがろうそくに乗り移ったんだな。ありがとうよ。これからよ、かかんところに戻ってよ、かか孝行する。家族を大切にするよ、金輪際よ。女遊び、火遊びはもうやらねえよ。そうかい。そらおめえの神さんも喜ぶこった。おめえの神さんがおめえのことを噂してるみてえだな。かかが俺の噂をしてるの。へっぷしゅん。オペラは公演に続いて、日本オペラ協会総監督郡愛子さんが魅惑の美女はデスゴッテスの紹介や落語死神とのストーリーの比較などを行いました。頭の方にいて助からない場合には、私はあなただけにしか見えないから大丈夫よ、きっと大金持ちになれるわと、この落語の方ではそれがダメだったけど、こちらではそれを死神に持ちかけられるんですね、セールスウーマンに。皆さんこんにちは。日本オペラ振興会のオペラ上演、魅惑の美女はデスゴッテスとジャンニスキッキという面白いオペラ2本お待ちしてます。そして私桂米太郎がプロデュースをいたしますアルテリカ演芸座、こちらも面白いですんで、どうぞお越しください。はい、せーの、アルテリカ。